はい。こんにちは、どうしようけどございます。ではね、本日ね、ちょっと四季報でね、一点、ちょっと面白い銘柄がね、ありましたんでね、ちょっと紹介していきたいと思うんですけれども、こちらのね、7596、魚力さんですね。はい。まあ、コメントが行くとね、堅調というところなんですけど、次、ここですね、海外飛躍、新中継始動。26年売上で440億円。営業利益 20.8 億円。で、海外卸がね、成長の鍵というところでね、いや、結構ね、魚力とかっていうのは、まあ、ほぼね、見てはなかったんですけれども、まあ、このような形でね、うん。ここですかね、売上高。一気にね、増えてる感じですよね。しかも、結構堅調なんですよね。実績ベースで見ると。うん。まあ、徐々に増えてきてると。利益もついてきてる。で、配当はね、ちょっと、還元するようなところではないかなと思うんですけれども、まあ、優待もあって347億円の時価総額というところで、現金90億で利益上限140億、自己資本 86%、有利子負債ゼロっていうのがね、いいですよね。はい。で、まあね、チャートとしてはね、あ、もうちょっとね、前から遡って、はい、業績を見てみるとね、うん。まあ、緩やかに、あ、これ四半期ですね、うん。登っていって、増えていってますね、うん。こっちだな、こっちが安いですね。失礼しました。はい。まあ、なんでね、今期はまあ370億なんですけれども、まあ、これがね、26年に一気にね、440億になると。いうところで。まあ、なんで海外がね、あれなんですけど、まあ、そんだけね、成長ができる見込みがあるんじゃないかなとは思ってるんですよね。うん。で、まあ、無借金というところもいいですし。で、まあ、ここね、あ、すいません、DD グループになりましたね。まあ、ここね、ちょっと注目してるのは、ここでいいんじゃないかなと思うんですけど、今ちょうどこの高値ブレイク待ちなんですよ。結構月足で見てもね、ちょうど超えられなかった。この壁。2530円とか。ここをね、ブレイクすると、ちょっと面白くなんじゃないかなと思ってますね。うん。で、今、乖離率もね、そんなにじゃないですし、RSI はね、ちょっと高値水準の一旦反発してくるかなと思うんですけど、これこそね、見事にカップウィズハンドルかなとはね、はい、思ってね、ちょっとね、忘れないうちにね、ちょっと紹介しようかなと思っておりまして。はい。で、まあ、これスマートチャートプラスなんですけれども。余計な。うん、ちょうどね、一目の雲の上もね、抜いてきましたし、まあ、特に、そのなんか余計なところはないんじゃないかなとはね思ってはいるんですけどね。うん。もうということでね、ちょっと魚力さんね、紹介してみました。まあ、ぜひね、よろしくチャンネル登録、高評価お願いいたします。以上です。